司令部長者第15師団司令部氏、開校社乗車戦後、愛知大学短期大学部本館として使用されたが、老朽化に伴い、2011年に取り壊された。第15師団は、大日本帝国陸軍の師団の一つ。日露戦争中の1905年と日中戦争勃発後の1938年に編成された。日露戦争で日本は、 従来の師団すべてを動員したため、本土中流師団がなくなる事態となった。そこで、第15師団を含む4個師団が創設された。第15師団は1905年4月1日に、愛知県とヨハシ市で編成され、日露戦争後講和条約で認められた、朝鮮半島の警備に従事する。1907年3月28日、市長兵第15大隊を除き師団は、 千葉県千葉郡奈良市野に移転し、市長兵第10号大隊は、同月24日に、東京市牛込区の陸軍と山学校校内に移転した。1908年11月14日、師団司令部は、愛知県厚見郡高志村に移転し、同月16日から事務を開始。1918年8月14日、兵器部が師団司令部内に移転し事務を開始。その後、 1925年に、加藤孔明内閣で行われた、初位、うが軍縮によって4個師団の廃止が決まり、第15師団も、第13、第17、第18師団と共に廃止された。第一次編成の第15師団の跡地に、この絵集まロらの東和道文会が設立した、東和道文書院大学の光栄愛知大学がある。日中戦争が起こると1925年に、 廃止された師団番号を利用し復活した。これを第二次編成と呼ぶ。そもそもは第26師団に引き続き1938年4月に第15、第17、第21、第22、第23の5個師団が編成された。これら5個師団は年々劣勢になる関東軍の大祖戦力差を埋める方策として満州部隊任務を前後半に分離し、 常設師団を前線に専念させるため、広報守備担当を目的に編成された、不評三個連帯編成の警備師団である。そのため、編成装備は、特設師団に準ずる、次等とされた。第15師団は、留守第3師団の編成担任であったが、住員不足のため、第1師官と第16師官も編成を分担した。一前年の昭和12年に、母体の、 第3師団が上海において多大な損害を受けており、その住院に苦労しており、動員計画のあった特設師団の第15師団を編成できないほどの状態だった。第111師団も動員計画の特設師団を編成できなかった当初この5個師団は、第21から第25が予定され、留守第3師団の担当師団番号は、第24が与えられていたが、 軍備計画の一部変更があり、第3師団の特設師団が編成されていなかったこともあり、新編成師団番号が前詰めになり空き番号の第15の師団番号が与えられた。編成後の補充担任はルス第16師団とされた。この新編成の後固形美師団は関東軍に配備される前に、 中国での戦力大幅増強集中による一撃撃滅への短期投入戦力の一部と期とされ、ちょうど訓練不足であるのを短期実践で行った後、関東軍に早期に配備される見通しだった。満州北部のハイラルに駐屯していた、騎兵集団を中国戦線に転用されることが決定したため、第23師団だけ、直接満州へ派遣された。その後、 中国への投入された第15師団含むの4、古師団は、戦線が到着したため抜けられなくなり、ついに本来の編成目的である満州に行くことは、なかった。そのまま、中国大陸の日本占領地の警備や、討伐作戦に従事。1940年7月10日に制定された、兵団モジフでは、第15師団は、祭り兵団と呼称したが、これは、 王城鎮後の鴨神社の祭礼、葵祭りに由来して命名された。第十五師団のほか、1905年4月1日に、第十三師団が、同年7月6日に、第十四師団が、また7月18日に、第十六師団創設された。命第138号。一部を除く、在師師団に、同様の編成改正が行われた。霊校、第20号。 霊光第15号、重竜を装備の第3、6、9中隊が抽出され、普通院新中部隊のために南方に送られた。そして、昭和12年兵が除隊して、兵員も縮小した。霊光第22号、霊光第36号、第34師団の師団砲兵、拡大隊の第3、第6、第9中隊が抽出され、 野砲兵第34連隊第3大隊長、田田健康少佐指揮のもと、転属。師団は10定団に分かれ、7月16日、師団司令部選抜隊、不評第60連隊第3大隊を第1、定団として、5省を出港するが、外米輸送航路を利用したため船便が少なく、師団の集結は4ヶ月の長期にわたったのだった。霊校第86号。 南区軍より配属された自動車10個中隊では、1個連隊の輸送しかできず、不評第60連隊を先行させたため、不評第51連隊は、徒歩行軍となり、さらに集結に時間を要した。編成は、ダバ編成とした。しかしダサイグの数は揃わない。ダバを転用するため、馬は、ダサイの方法を知らない。そもそもバンバ編成をダバ編成にするためには、 倍近く馬筆が必要。しかし、馬筆の増加はない。そこで、加砲の数を減じた。弾薬も減じた。両末も減じた。だから作戦期間も減じた。作戦開始時に1万5000名を超えた将兵の半数以上を失う結果となった。1945年1月末における第15師団の戦力は4000名弱。師団砲兵は10問弱。 インパール作戦の痛でから回復できないところに、さらに大きな痛手を負った。ありがとうございます。